ちゃんとご先祖様というご存在を知ってください。それであなたの人生は変わります。ようこそ予言天狗みはてです。今回も神様からの予言をお伝えしていきますので、今日の動画を最後まで見てあなたの運気を上げていきましょう。ご先祖様怒りのサインについてお伝えしていきます。お盆が近づいてきましたが、あなたはお墓参りに行かれますか？僕は必ず毎月お墓参りに行っています。あなたがお墓参りに行かれているんであれば、お墓参りの時でもいつでもいいんですけれども、ご先祖様の存在というものを感じたことがありますでしょうか？今日はご先祖様がお怒りになられているサインについてお伝えしたいと思います。なぜご先祖様の怒りのサインについて話をするのかと言いますと、いつもなんですけれども、お盆が近づくにつれお墓参りについてよく聞かれるんです。それはご先祖様がお怒りになられている時のサインってどんなのですかと聞かれるんですね。本当よく聞かれるんで、そこで今日はご先祖様が怒っておられて、その時の怒りのサインについてお話ししたいと思います。もしご先祖様が怒りのサインを送っておられるのに気づかなかったらやばいということと同時に、逆に気がつくことができれば今よりも幸せな人生になることは間違いありませんので、そこを知っていきましょう。結構巷で言われたりしますが、それはご先祖様が怒っているサインですとか、たたりですとか言われたりしてるようです。でも最初に言っておきます。ご先祖様はそもそも怒りません。まずこれが答えです。じゃあ今日のテーマは何なんやと突っ込まれそうですけれども、怒りませんとは言ってもご先祖様からのサインというのはあるんです。それをお伝えしたいと思います。でも先ほど言ったような巷の怒りのサインですとか、たたりですとか、そんなことが結構出回っていて、ご先祖様はお怒りにはなられませんよと話しても、でも〇〇っていう現象はご先祖様の怒りのサインだって聞いたんですけどって言われるんですね。いやいや別に怒ってないんです、それでいいんじゃないですかと言っても、そうは言ってもと納得されないんですね。なんか怒ってほしいみたいな感じですけれども、そのように感じられるのは、そもそもご先祖様の存在とはどういうものなのか、その役割や考えはどういうものなのか、そういうことをまずもって知らないからなんですね。だから今日はこの動画でちゃんとご先祖様というご存在を知ってください。それであなたの人生は変わります。ぜひあなたの人生を変えてください。ではまず最初にあなたに聞きますが、ご先祖様という存在は何か答えられますでしょうか？もし今それを答えられなくても大丈夫です。ただ今日の動画を見終える時には言えるようになってほしいなと思います。それが言えるようになるために一生懸命お伝えしたいと思います。ではそもそもご先祖様とは誰のことなのか。例えば可愛がってもらっていた去年亡くなった隣のおじいさん、この方は血縁がなかったとしてもご先祖様でしょうか？お隣に住んでいただけのお年寄り、それは先祖ではなさそうですよね。ではあなたの配偶者がいるんであれば、配偶者のおじいさん、おばあさん、祖父母、これはあなたのご先祖様でしょうか？血のつながりはありませんので、あなたのご先祖ではありませんが、配偶者に影響を与える以上、先祖供養をしてあげないといけないご縁がある配偶者のご先祖ということになります。ちょっとややこしいかもしれませんけれども、まずとりあえず知っておいてほしいのは、あなたから遡って7代上までのあなたに血をつないでいる人は全てご先祖様です。そしてそのご先祖様はあなたと一体であると覚えておいてください。その一体であるというのはまさに一つであり、分離していないんです。気の領域、見えない世界では一緒なんです。あなたが蛇の頭だとしたら、それにつながる胴体から尻尾までは全部ご先祖様なんです。全部で一匹の蛇なんです。ではあなたにとってあなたと一体であるものって何でしょうか？何を思い浮かべますか？例えば髪の毛とか爪、これって切ってしまったらそれはあなたの体でしょうか？なんか微妙な気がしますよね。でも右腕だったらどうでしょう？右腕を切り落としてしまっちゃって離れてしまったら
それは離れてるから私のものじゃないって言えますか？聞いた話ですけれども、足を切断してしまった人はその足が痛かったりする、またないはずなのに痒かったりする、そんな風に見えないところでつながってるというのが一体であるという状態とも言えるかもしれません。だからたとえ離れたとしても手や足はあなたの体で一体だと言えます。ご先祖様もそういう感じのつながりと思ってください。ではもう一度あなたに聞きますが、右腕が痛いという時にあなたは右腕に怒りますか？多分怒らないですよね。苦しいとかしんどいとか痛いとか、それは当然あると思いますけれども、右腕を痛くしたのは自分の何かの行動であったり病気であったり、本体の責任が大きいですよね。そのようにご先祖様の中でも神になられた、神上がられたご先祖様はあなたと一体である神様になられていますので、あなたを怒りはしないんです。ただ残念に思うとか悲しく思うとか嘆くとか、これはあるんです。そしてあなたはご先祖様と一体ですので、ご先祖様が悲しまれているということはあなたの中で悲しみがあるんです。一体ですから。だからご先祖様が悲しむことを続けていくと、あなたにとってはそれは悲しみであり、汚れとしてあなたの光を奪っていきます。そして汚れをお嫌いな神様から嫌われてしまうんです。あなたを守ってくださるご存在である神様、祖先神、これを東津御親の神と言います。その東津御親の神様からも近づいていただけず、産砂様も受け入れてくださいません。ただお嘆きになられるんです。あなたが怒られるよりももっとしんどいことをあなたと一体であるご先祖様に強いているんです。そしてその嘆きはあなた自身の中にもあり、それがある時は重い病気として出たり、大きな事故による怪我であったり、大事な人の不幸というような形で現れるんです。だからこそご先祖様を悩ませないように、嘆かせないように、あなた自身が精一杯の生き方をする、この根性でそのような生き方を生き抜くことがとても大切だということがよく分かっていただけるんじゃないでしょうか。いかがでしたでしょうか。そのような考え方って持ったことありましたか。でもこうした形でご先祖様は私たちの人生に一体として深く関わっています。そしてそのご先祖様の嘆きがあるのであれば、それを汲み取る、聞き取る方法も知らなければいけません。それをお伝えしていきます。ご先祖様がお嘆きになられる時のメッセージ、ご先祖様が発しておられる嘆きやネガティブメッセージはどういうものなのか、それを知ってください。あなたと一体のご先祖様ですから、 DNA はあなたに受け継がれています。だからあなたと感じ方が似ているところがあると思ってください。あなたがお子さんを持たれていて、もしもその子が親の思いを知らずに自分自身を傷つけるようなことをしていたとしたら、あなたはどう感じるでしょうか。まずは悲しいという思いや、切ない、やるせないという感情があるかもしれませんね。そして場合によってはあなたの子供に怒りを覚えるかもしれません。でももしあなたがその子に怒りを覚える場合、それはあなたがその子供と一体だと思っていないということです。一体であればその子にそうさせてしまっているのは自分に原因があるかもしれない、自分の責任であると思うとすれば、その子を怒ることができないと思います。ご先祖様がお怒りになられないというのはそういうことなんです。ご先祖様は主体的にあなたの行動、考え方を自分のせいだとお嘆きになりながらも、あなたにとってベストな道を考え誘おうとされます。ご先祖様はあなたと一体であり、大切に思うがゆえに、あなたがその状況を切り抜けるためだけの何か、そういったものはくださいません。ベストな道とはあなたに解決を渡すのではなく、今後の長い人生に生かせる経験とさせるための試練をお与えになられることが多いんです。今のあなたの問題な部分にあなたが気づき、改善するために必要なことや状況をお与えになるんです。ですからご先祖様がお嘆きになられる時のメッセージとして現れる試練、それが次の5つです。1つ目、逃れられないと絶望するような困難。2つ目、
追い打ちをかけてくるこれでもかという不幸の連続。3つ目、あなたが打つ手がことごとく失敗し裏目裏目に出る。4つ目、経済的な破綻。5つ目、大きな病気。この5つです。いかがですか？これらはこの状況になったことが不幸なのではなく、この状況からはもう抜け出せない、自分の人生は終わったと決めてしまうのが本当の不幸です。ご先祖様は苦痛を一緒になって乗り越えるために、あえて自分にとっても苦しい苦労や不幸をあなたに体験させるんです。だから常にご先祖様はあなたと一体で悩み支えようとしてくださいます。先ほどお伝えしたような5つのネガティブメッセージが降りてきて、あなたがその状況になった時に、これはご先祖様が与えてくださった、ご先祖様と共に切り抜けるべき試練だと捉える必要があるんですが、あなたはできますでしょうか？そんな不幸の中でそんなこと思えるわけないじゃんって思われるかもしれません。それはよくわかります。でもあなたの過去を振り返ってみて、最も苦しかった経験や最悪に辛かった出来事、それらを思い出してみてください。今あなたはその渦中にいるかもしれません。もしくは思い出したくない記憶として封印してしまっているかもしれません。あるいはすでに克服しているかもしれません。どれであったとしても、あなたは今この動画を見ています。生きているんです。過去のそのことはもう二度と経験したくはないと思っていると思いますが、そのことをもって今のあなたの人生を全否定したりしないんじゃないでしょうか。それはご先祖様が一緒に乗り越えようとしたそのおかげなんです。その時あなたは一人じゃなかったんです。それで乗り越えられているんです。今は素直にあれがあったから良かったと言えないかもしれません。あんな辛い経験はできればしたくない、そう思うのは僕もよくわかります。でも過去の全てを肯定できずに未来に進むことなんかできないんです。過去の全てが今のあなたを作っていて、あなたは過去の自分によって出来上がっているんです。過去の自分の否定は今のあなたの否定なんです。そして今あなたは生きている、それが幸せなことであることをご先祖様は分かってほしいということで、先ほどの5つのような辛い経験を下ろされるんです。そのようなご先祖様の気持ちに感謝できるようになりさえすれば、あなたはご先祖様が安心して見守ることができる存在となり、神様から愛されつながることができるようになるんです。ぜひあなたはご先祖様と一体であるということを感じ、ご先祖様と一緒にこの人生を楽しみ、そして神様にも喜んでいただける生き方をしてください。それがご先祖様が一番喜ばれることです。では今日の話をまとめましょう。あなたが日々ご先祖様の存在を感じ、そのメッセージを受け取ることで、あなたの人生は神様がよりお喜びになり、神様とつながっていけるようになります。あなたとご先祖様は一体であり、真の意味でご先祖様はあなたの進化や成長を望んでいます。その思いはご先祖様の自己満足ではなく、あなたと一緒に持ち共有しているんです。だから決して甘くない試練を下ろされることがあるんです。でもそれは罰を与えて、それ見たことかというような思いではなく、一体であるからこそご先祖様は一緒に苦しんだり傷ついたりするんです。そう考えた時にご先祖様に感謝の思いが湧かないはずがないはずです。だから常に一緒にいてくださりありがとうございますという思いを持ち続けることが、あなたとご先祖のこれからの生きていく道を息の合った二人三脚にしていけるんです。それが人生をより良くするということなんです。ということで、このチャンネルでは予言を通して運気を上げ、より人生を前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価コメントいただけると嬉しいです。今 LINE でつながっていただけると、 YouTube ではお伝えしづらいことなどを配信していきますので、ぜひこの動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。今友達になっていただいた方には素晴らしい特典をプレゼントしてますので、ぜひゲットしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。母の実家の琵琶の木に琵琶がたくさんなってまして、取りましたが、その取るまでの間にすっごいひっつき虫って知ってますかね。
草の種なんですけど、めちゃくちゃつくんですね。もうとんでもないぐらいついて、濡れティッシュで取ると取れやすいって聞いたんですけど、ちょっとズボンがあまりにもつきやすい素材だったので、もうそのズボンは今までありがとうという形になっちゃいました。もうちょっとね、つかないズボンでいけばよかったなと反省してます。でもビワは結構取れて、サラダに入れたら結構美味しかったです。ということで、ではまた。